はい、 SCP 極秘ファイルの続きやりましょうか。いや、前回やってね、結構面白かったんで、今回もね、やってみましょう。なんか1話完結なのがいいですね、やりやすくて。いや、マジで世にも奇妙な物語的な。じゃあ今回はどんな SCP の調査をするのかやってみましょう。カール、気分はどうだ？あ、そういえばカールだったな。あー、まあ任せてくださいでいいんじゃない。前回なんかね、気分悪くなってたからね、カールは。よろしい。ではこれが君の最初の任務だ、カール。資料をチェックし、要求に従って分類せよ。決して気を抜かず完了させるのだ。あ、頑張ります。そうか、前回のは研修だったから、これが初仕事になるんだ。頑張ってカール。忠告だ、 MIT の坊主出た。一つ一つ必ずプロトコルに従って作業しろ。調子に乗って勝手な真似をするな。はい、分かってます。このな、一人だけハリウッド映画みたいな口調のやつな。ええ、ありがとうございます。私の最初の任務思い出すね。ウーバルーバダブダブ、あ、無視されてる。よし、では仕事に取りかかれ。このスチュアートはお調子者キャラなんだろうな、多分。調査レポートのデータ情報を右側のファイルシステムに入力。赤い下線付きのテキストをタップ。ほうほうほう、これか。クリックして再生。私は事故調査部のエージェント Q です。メインブラックみたい。ポニーステーションに収容執行が発生し、財団との連絡が途絶えました。エージェントベラ・ローレンスはポニーステーションに入り、ブラックボックスを回収するよう命じられました。以下、ベラ・ローレンスの尋問記録です。ほう、ベラ・ローレンス、やっぱ毎回この記録を確認するって感じの導入なんだな。おお、あ、動かせるわ。お、ブラックボックス持ってる。え、ブラックボックスって実際にブラックボックスなんだ。そういう用語とかじゃない。心拍数105、血圧170。おお、メドロールを5ミリ静脈注射。あ、いいですか、落ち着いて聞いてくださいみたいになってる。これは誰視点なんだろう。そのベラ、あ、ベラだ。ベラ、ベラ、ベラ視点。うっ、それかエージェント Q なのか。多分ベラだろう。聞きたいことがあるなら早く彼女に聞きなさい。彼女はそう長くは耐えられない。え、あ、もうベラやばいことにあったってことです。ブラックボックスはどこだ。お、あ、誰かいる。やっぱブラックボックス持ってたのがベラか。3日前ミッションを受け、サイト74ポニーステーションに調査に行って、ブラックボックスを持ち出してきたはずだ。教えろ、ブラックボックスはどこだ。何、私、あ、ベラベッドに寝かされて。ああ、持ってる。私はブラックボックスを持って帰ってきた。いや、ないんだよ、持ち帰ってないんだよ。めっちゃ感情的じゃん、こいつ。そんなはずは、ミッションは達成したはず。私、ブラックボックスどっかになくしたのか、ベラ。ああ、謎の音が。え、もうこれ。お、緊張しなくていいんだ、尋問ではない、リラックスして。エージェント Q だ。これもう SCP なんかやられてるってこと、ベラは。いや、暗なんで電気つけないんだよ。顔見られたらまずいのか。ベラ、こんな時にお邪魔して本当にすまないな。優しい。ブラックボックスの意味は分かってるよね。ポニーステーションで一体何があったのか知る必要があるんだ。まだ記憶が混乱してるんです。大丈夫、ゆっくりでいいんだ。やっぱベラは何か。この任務を受けた後のことまだ覚えているか。何か被害にあったんだな、ベラは。わかりました、ちょっと思い出してみます。あの夜。おお、いい導入。お、ベラ。
現在ミッション地点のポニーステーションに向かって。ハゲタク。もう48時間以上ポニーステーションと連絡が取れていない。あそこでは現在 SCP-701 実験が行われている。収容違反インシデントが起きたのかもしれない。 SCP-701 の実験している場所か。事故発生時に原因を確認できるよう各サイトにはセーフティーエリアにブラックボックスを設置することになっている。なるほど。君のミッションはステーションの状況を調査してブラックボックスを持ち帰ってくることか。なるほどね。それでベラは行ったのね。派遣されたのね。 okay. 到着したな。てか実験中に連絡取れなくなったってもうフラグビンビンだな。動かせる。暗っ。いや、なんで夜に来るんだよ。朝に来いよ。てか、ベラ一人なのこれ。え、普通複数人で来ないこういう時。あ、ベラダッシュできるシフトキー。なんか標識がある。あ、読めない。パーソナルオンリーって書いてある。車じゃ入っちゃダメだよってことかな。I'm able to observe the mission site. ミッション地点確認。しかしセキュリティ設らしきものあるよ。ベラめっちゃあるよ。あそこ何ある？バイオハザードの屋敷みたいなのあるよ。もともと古い水力発電所だったんだ。廃棄された後に財団がサイトとして使用することになった。コードはサイト70。ずっと政府クラスのオブジェクトを使用してきたが、最近になって SCP-701 を引き継いだ。あそこで管理してるってことね。ブラックボックスを持って帰ってこなければ真相は究明できん。了解。ミッション完了し、ブラックボックスを持ち帰ります。ベラ自信満々。いや、もうヤバそうなフラグビンビンだけど、まあ行ってみるか。お、あ、なにこれ、なんか調べられる。開く。おお、なんだこれ。拾う。感度係数器。周辺のヒューム値を測定し、現実が歪曲されている割合をリアルタイムに計算できる。現実が歪曲されている。あ、なるほどね。あ、そういう場面があるってことね。現実が歪曲される。あれ、これ拾えないの。あ、スクラトン現実病は周囲の環境のヒューム値を安定させる機器。現実歪曲に対する最高の武器の一つであり、一定の範囲内における精神汚染を軽減するのに有効。現実歪曲してくる SCP がいるってことか。それが SCP-701 なのかな。注射液。現実歪曲により強く影響を受けているときに、この遮断薬を注射することで神経伝達物質の異常を遮断し、現実への認識を打ち。ああ、回復アイテムね。え、これもなんかもうそういう戦闘あるってこと今回は。あ、これはブラックボックス。今回のミッションのターゲットを表している。なるほどね。いや、マジ、なんで一人なの？すげえ危なそうじゃん、なんか。はいはいはい。タブキーで確認ができると。オッケー。あ、じゃあ。あ、なんか、金網がすでに切り裂かれている。誰か入ったってこと？もう。いや、暗。え、ライトとか持ってないの？ベラ。ライトないのか。お、あれ、あ、なんか暗くなった。I've just entered Pony Station. ポニーステーションに侵入しました。ブラックボックスは705号実験室に置かれているはずだ。エレベーターで7階に。ああ、現実歪曲が起きている。何、ノイズがひどい。え、これやつ、そのやつじゃない。スズメ。クソ。え、まずはスクラントン現実病を設置し、ああ、それ、どうやって使うの。スクラントン現実病。52%。 ああ、F キーで懐中電灯。早く言って、それ。え、どうすんのこれ。また ASMR 聞こえてるおっさんな。待て待て。え、スクラントン現実病は、あ、リアリティアンカー。あ、そう呼ぶ。おお、すげえすげえすげえ。あ、なるほど、だいぶ落ち着いた。へえ、すげえハイテク。あ、これで現実歪曲が収まったんだ。へえ、わあ、何これ。なんか吹き出し花火みたいなのが4つぐらい回ってる。こんなんなんだ、リアリティアンカー。あ、なんかある。今後のスケジュールも含めて計画は全て台無しだ。謎の音声記録。彼らはどこかで訳のわかんない台本を手に入れて私の実験室を占有する。おお、え、なんかピカッつった。
特にクーパー博士ってやつ、あのような態度、何様のつもりだよ。一体誰がここのボスなのか教えてやらないと。え、なんかもう揉めてた記録があるんだけど、すでに中で。いや、まあでもこのゲームはすでに SCP が原因っていうのが分かってるからさ、まあ、そんなビクビクすることもないかなっていうのはありますよね。また長っ。今日ジョージ・トンプソン博士の SCP-701 研究日誌を読んだ。なんてことだ、博士はずっとチンパンジーを使って対象実験をしていたのか。一体何の実験をしてるんだ。もしかして自分が何を扱っているのか分かっていないのか。財団が博士をポニーステーションから移動させ、代わりに僕が後を継いでこの仕事を続けることになった理由がようやく分かったぞ。彼の実験は間違った方向に進んでいたのだ。 SCP-701 は大きな可能性を秘めている。新研究方法を試してみよう。早速明日から始めよう。あ、なるほどね。その責任者みたいなのが変わったってことね、博士が。あ、それで事故が起きたってこと。おお。お、テイラー・クーパー、聞いたことある名前。冒険精神。あ、ベラの知り合いだった、テイラー。イケイケなやつだったんだ。陽キャだったの。お、え、なんか今勝ちってなったけど、え、何今の勝ち。おー、なんかボイラーのボイラってる部分がすごい出てる。お、何これ。おお、なんだ、なんか待ってるぞ。なんだ、操作する WS ボタンでリフトを操作。ああ、なるほど、バイオハザードとかでよく見るやつ。はいはい。あ、これだけ。あれ何、なんか待ってるぞ。完全になんか異常が起きてるな。おっ、何、なんかチャラチャラ言ってる。何、ベラのスマホストラップつけすぎ。最近あんま見ないよそういう人。なんかずっとボイラってんだけど、何ここ。おっおっおっ、誰かいる。誰、なんか人影が。テイラー博士？待って、これバー来るんじゃないの。ベラー！大丈夫だった。消えた。何今の、なんかいたよね。ベラのベラーにおじけづいてどっか行ったか。ベラその調子、大声出してこう、ことあるごとに。待って、なんか人影がいる。またベラフラッシュ。あ、何これ。デッサン人形みたいなのがいる。なんだこれ、マネキン。何これが SCP なのか。ベラーよし、あぶねえ、あぶねえ。このエレベーターね、これに乗れば7階に行ける。いや、ベラ独り言控えて。あ、でもエレベーターあったね。この部屋も調べられそう。あ、なんかあるよ、書類が。このつられし王のものたる我らが地にて、我らはあがなう、我は我の地で我の王に仕える、極楽の窒息、罪のための生贄。おおおお、何ベラ。私の頭、ついてるよ、ベラの頭ついてるよ。どうした。ああ、字が踊ってる、精神障害。おお、なんだ。あ、ベラ、あれあれ、そうそうそう、回復アイテム、それ使って。あ、いいいいいい。ああ、長押しね、長押し、いい。よし、撃った、ナイスベラ、ナイス注入、いいよ。あ、落ち着いてきた。おー、ホーリーシット、ベラのホーリーシットが出た。エレベーター乗ってる。ベラは知らないとこで勝手に行動するね。おお、なんてこと、何。あ、4階で止まった。なんだよ。ああ、現実ワークが起きてる、早速。待って、あれあれ、リアリティなんとか、かっこいいやつ、ベラ。これはあれか、あ、しゃがむんだ、オッケーオッケー。ああ、そうそう、リアリティ、リアリティアンカーオン。よし、これかっこいいわ。
オッケー。またいる、またいる。何、何してんの。え、なんか指さしてない。え、何これ。上司にエクセル教えてる部下かな。ここはコントロールキーを押してもらって、コントロールキーってなんだね。そんな一幕かな。お、あれ、上司と部下いなくなってる。ここでエクセルを教えてたのに。確かに。なんだ、お、え、お、え、なんかいる。何あれ、え、変態がいる。何、うわー、ちょっと、あ、ウェラ、大丈夫、これは、おお、え、何、え、なんか特殊な性癖の人いたね、金箔趣味の人がいた。こうじゃないと興奮できない人がいた。あ、トイレ、トイレか。お、なんだ、めっちゃなんか血が、あーあー、失礼しました。え、人いた、用足してる、用足しマンいたよ。鏡に映らないベラ、ヴァンパイアかな。え、ちょっとなんか雰囲気出てきたな。ちょっと用足しマン、いや便器から遠くない。どんだけ勢いに自信あんの。あ、拾える。セリフ、ソルティの公職、運命の鎖は毒蛇のように曲がりくねってやってくる。私だけではない、今日はお前たちも毒蛇に絡まれるのだ。死に際の呪いというのはいつも人々、え、何これ、台本、何の台本だ。あ、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 よ、よ、よ、あ、すいません、すいません、すいません、あのね、用足し中にね、読んでの、ごめんなさいね。いや、ちょっと気になったもんでね。いや、ごめんね。あ、てか、あの、本当にあの、もうちょっとあの、便器に寄った方がいいですよ。あの、本当あの、掃除のおばちゃんとか怒っちゃうんですよ、その距離は。さすがにね。あ、誰もいな、誰もいな。いや、びっくりした。いや、まさか、用足しマンで。なんか書いてあるけど、わかんない。ヨータシマンにびっくりポイント仕掛けられてると思わなかった。油断しちゃダメだ。あ、じゃあさよなら、しっかり出してくださいね。これも台本だ。なんだ、に、人形がみんな台本を持っている。ああ、ちょっとあの、ごめんって。あ、この台本取ったら動くのね。あ、そういうことね。なんもね、ファーヘーンだって。あー、ここにもいる。ホイールハンドラー。バイオハザードで重宝するやつがいる。あ、みんな台本読んで、なんか、コンサーロは目撃者を、いや、何の台本なんだこれ。いやー、ちょっと待って。いや、やめ。あー、後ろに回り込んでる。あ、残像だになってる。すいません。あ、しかもこの人上司だ。このポーズはさっきエクセルを教えられていた上司。上司の残像だった。君も私にエクセルを教えてくれるというのかね。強キャラの上司、エクセルも使えないくせに偉そう。ああ、なんだ、いやマジでなんかいろいろあるな、調べられるものが。再生する。この数日はちょっと異常だな。ステーションに人がいっぱい来てる。しかもそのほとんどが報告なしだ。クーパーたちはその台本を劇にして、そして参加者に毎日その様子を記録するように言ってるらしい。あ、これは俺の実験は人手が足りなくて得意に困った。ああ、ホイールハンドラット、もう我慢できない。あいつがここでやってる無茶なことを部長にメールで報告する。誰だ。あ、なるほど、この台本の劇をやることが実験。あ、なにこれ、映写機。あ、フロッピーディスク。お、ビデオデッキ。ナイフ？何？あ、一周した。え、なんだこれ。あ、7階着いた。ここにブラックボックスがあるんだよね。で、ハゲタカが言ってたよね。まだ下あるけど。とりあえず7階に行こう、ベラ。音でけえ。ミッションを達成しよう。あ、7階。あ！ああ、また、また、ちょっと、リアリティアンカー、リアリティアンカー。いや、ベラ、ちょっとさ、リアリティアンカー投げる判断遅くない？この数値がもっと低くなってる状況予想上。いや、じゃあ、リアリティアンカー投げな。あれ、もうない？弾切れ？いや、あるじゃねえか。リアリティアンカーオン！よし。いや、投げるまでの判断が遅いよ、ベラ。鱗滝さんがいたらぶん殴られてる。お、
あーチューチューしてる。あ、何ここ、なんか下水道みたいな場所出たな。ペラ大丈夫？お、なんて一周だ。長い間掃除されていないんだろう。あ、そっか、水道管理局的な場所だったんだもんね、ここ。なるほど、それでこういう場所。え、なんかちょっとずつ戻されてる。大丈夫か？あ、なんかある。なんだ、え、こっちも道があるけど、これ何？あ、ボルトカット。あ、バイオハザードのやつ。あー、ちょ、やめろベラ。ちょ、あ、あー、なんかつる。あ、待って、ちょっとベラ、あの、バンバン来るよ。わー、ほらー。いや、こういうゲームでなんか覗くとそりゃバン来るよ。おーおー、何の声だベラ。あ、エージェント Q。 え、我は我の地で我の王に仕える。あー、精神汚染されてるベラ。あの、薬薬ベラ、撃つやつ。あー、やめてやめて、やだやだやベラ。ベラ大丈夫？ベラ、are you feeling better now? ベラ落ち着いたか？あ、あ、これは現実での発作。息ができない、ロープで首を絞められているみたい。え？いや、確かになんか首吊りがあったけど。地面からどんどん離れて周りに何もない空中に吊られているよ。いくらもがいてもどうすることもできない。吊られた状態を体感させられてるってこと？飲み込まれてあいつの下僕にさせられる。あいつ。ベラ、ここには君を傷つけるものは何もない。今はもう安全だよ。あと覚えてる。ベラ、よく生きて帰ってきたな。ポニーステーションの状況は予想以上に大変だったので、財団と連絡を取らなければと思いました。いや、遅いね。判断が遅い。うろこだけ案件。電話が見つかったのでサポートを頼みました。あ、でも、呼ぼうとしたのは偉いね、ちゃんと。そもそも一人で来てるのがおかしいんだけどね。スズメです。コード09868。ハゲタカに変わってください。ポニーステーション7階にいます。状況は予想以上に厳しいです。救援を要請します。うん。ベラ、それは本当か？え、エージェント Q？ もちろん。何？どうしてそんなこと聞くの？エージェント Q がハゲタカ？ベラ、しっかりするんだ。どういう意味？ベラ、君は電話をかけていないんだよ。は？どういうこと？え、私は。ポニーステーションの電波は遮断されていたんだ。電話がつながるはずがない。え？じゃあ誰に電話したの？ベラは。は？いえ、私。見たんです。おお、あ、なんかいる。教えてくれベラ、一体何を見たんだ。おお、あ、現実が歪曲されていた。そういうこと。ああ、出た。こうじゃないと興奮できないやつ出た。あれは何？こうじゃないと興奮できないやつだよ。ああ、来てる。待って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 、どうすんの。ああ、ここか。あ、開く。あ、いい気を連打。いや、ちょっとベラ、使い方雑。それそれで使うやつじゃないから。あ、開いたね。でも開いたね。開いたら結果ほら。おお、あー、人形だ。あ、逃げる逃げる。あー、めっちゃ来てる。興奮できない人がめっちゃ来てる。だだ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 、え、近っ。め、すごい後ろで聞こえる。なんでわざわざ狭いとこ入るの。ベラが痩せててよかった。ベラが痩せててよかった。あ、いけたのかな、いけたのかな。ベラがスリム体型でよかったね。積んでたら積んでたね。よっしゃ、オッケー、いけた。あ、逃げれた逃げれた。声だけして姿が全然。 SCP-701 以外にはセーフクラスのオブジェクトしかいないって言ってます。あれが SCP-701 じゃないの。 SCP-701、 こうじゃないと興奮できない男じゃないの。違うのかな。電源。ああ、また新しい部屋に来た。え、赤、何これ。あ、割れてる。実験事故か。お、再生できる。俺たちは撤退中だ。クソ、あの劇の後みんな発狂しだしたんだ。劇、自分を吊るしたり気が狂ったように殺し合ったりしだして、そしてあの白い怪物が現れたんだ。やつらがあの台本を持ってきた時からこの恐ろしいことを。クーパーたちのせいだ。全てあいつのせいだ。あの台本の劇を演じたら、水力発電所は永遠に閉鎖される。私の実験も一緒に。あっ、鎖の音が。
どういうことだ、どういうことなんだ。あ、なるほど。え、あの台本の劇を演じることで全員が殺し合ったり首を吊ったりした。え、そういう SCP ってこと？あ、なんか拾える。テイラー・クーパーの熱誌 SCP-701 の台本は1週間前に配布してある。 SCP-701 の台本。参加者全員でその台本に沿ってちょっとした稽古をした。しかし不可解なことがある。彼らはいつもセリフを間違え、しかもそれは全員一体となって起こる。僕が訂正するが、彼らはみんな間違ってなんかいないという。それを除けば他の部分はとてもスムーズだ。あさっての705号室での初の全体リハーサルが楽しみ。その時全ての人が SCP-701 の可能性を目の当たりにするだろう。そして人々は記憶するのだ。この台本の可能性を引き出したのはこの僕、テイラー・クーパーだと。ワクワクするな。やっぱりこの台本に沿って劇をすることが SCP-701 の実験だったのか。え、で、その結果みんなが発狂して殺し合ったってこと？え、じゃあこうでないと興奮できない音が何なん？あれが SCP-701 なのか。いや、まあでも稽古演劇 SCP-701 の実験って一体何なの？いや、まあでも何か。お、え、この段ボール浮いてる。え、これも SCP の仕業？それとも単なる物理演算のいたずら、どっち？あ、やってる。え、で、この人形は何なんだ。ああ、え、何、入ってます。いや、入ってます。いやいやいや、用を足してます。そんなガンガン叩かないで。え、何これ。上司2人に詰め寄られてる。また台本だ。これが SCP-701 を呼び出す台本ってことなのかな。この通りの演劇をやることで SCP-701 が出現するとか、そういうことなのかね。あ、お、え、大丈夫？吐いてる？吐いてない？この人。あ、違う。あ、なんか、あ、どうぞこちらへってやってるわ。ロードオブ、あ、え、こっち進めってことか。あ、また人がいる。人ってか人形が。あ、なんか歩いてる。え、何？ちょっと失礼。ああ、ああ、すいません。え、関節すごいことになってますけど大丈夫ですか？体柔らかい。バレエの人かな。ああ、また現実湧き曲が。ちょっと、ベラ、リアリティアンカ。あと、遅い、判断が遅い。鱗だけババババババペチーンだよ。あ、オッケー。あ、なんだここ。え、めっちゃ人形がいる。何？この人形たちは同じ方向に向かって。おお、みんなベラが、ベラが近寄るとみんな倒れていく。これがベラの特殊能力。ライフバキューマー、生命吸引者。こっち進んでったらなんかあるってことか。あ、開けれる。おお、舞台だ。演劇の。ここで実験をやったってことか。演劇の。ん？あれがブラック？あ、本当だ。これか。え、なんでこんなとこに。拾えるぞ。おお、ブラックボックス。他のサイトに持ち帰ってロックを解除しなければ。おお、開いた、自動で。どういう仕組み。え、すげえ。でも実験場の跡がある。あ、じゃあ、あとは出口を探すだけか。え、さらに下に行く感じでいいのこれ。さらに深部へ。あ、え、出れんのかこれ。わあ、大丈夫ですか。ちょっと、いや、何してんの。もっと自分を大事にしろよ。何してんだよ。お前だけの体じゃないんだぜ。え、出口あるかこれ。どうやって出るのこれ。あ、え、あ、あれエレベーターじゃない。あ、エレベーターだ。あ、ベラエレベーターを発見しました。なんて都合のいいところに。やった。え、これ出れる、大丈夫。いや、だってまだこうじゃないと興奮しない男との決着はついてないよね。いや、決着とかそういう概念があるのか分かんないけど、このゲームに。SCP だし。
あ、でもこれあれだ、あのオープニング映像のここに繋がるんだ。なるほど、ブラックボックス持ってるよな。え、でもこの後何かがあってなくすってこと？ベラは。あ、ベラこう言わざるを得ないよ。君の言っていることが事実だったらよかったのに。え、どういう意味？私はミッションを果たしてブラックボックスをポニーステーションから持って帰ってきたはずです。え、事実じゃないの？どうやら認識災害で頭が壊れてしまった。は？私たちが君を発見したとき、君はブラックボックスなんか持ってなかったんだ。え？どっかからがじゃあ幻覚ってこと？私ちゃんとエレベーターに乗ったのに。ポニーステーションには非常用エレベーターなんてないんだ。君がさっき話したことは事実じゃない。え、That's impossible. じゃあどうなったんだベラは。ベラよく思い返して、本当の真相は一体何なのか。本当の真相、真相は一体何なの。え、どっから。ゆっくり考えてベラ。どっからがベラの妄想だったんだ。私は、え、705。あ、あ、こっから、あ、あの演劇室に入る前から。え、開く。え、なんか人形がいる。一体どういうこと？ブラックボックスはどこ？ブラックボックスじゃなくて人形がいたってこと？え、こいつは、あ、乾杯、勝利を記念できるのは上質なワインだ。あ、演劇やってる。え、始まってる。何これ。え、あ、そいつこそが無慈悲な簒奪者だ。我らの国を殺したのだ。奴の首を、我こそが王であるぞ。話せ、話せば。おお、え、あ、人形視点。何、え、なんだこれ。え、ベラも人形にされたってこと？おお、釣られてる。王が釣られてる。え、あ、あ、進める。え、なんだこれ。この人形は何なんマジで。 あ、見れる。え、あ、後ろが、え、え、また出た。何なんだよだからこいつ。わわわわ、うわすごいスピード。うわー、ベラー、あー、捕まった。ベラ、未知なるものの攻撃に襲われた場合は、あ、逃げろってことね。あー、もう一回。あ、いや、でもどこ逃げたらいいのこれ。あ、後ろの扉か。うわー、すごい速いの。ちょっと待って、速すぎるって。どうやって逃げんのこれ。リスタート速、テンポがいい。待って待って、ちょっと一旦引きつけて。いや、速いんだよ。どうしたらいいんだよこれ。いや、僕これでも引きつけてなんとか。いけ、ベラなし、ベラ、あ、いけそういけそういけそう。ベラその調子、よし、オッケー。さすがベラ、元陸上部主将。あ、西田、リハーサルが始まった。素晴らしい、実に素晴らしい。今字を書く手が震えている。舞台上で講演されたことの中には SCP-701 の台本から逸れた部分もあったが、彼らは完全に演技に没入していた。そして全ての観客も魅了されていた。そういえばステージに突然人が一人現れたことに気づいた。彼は僕たちの身内ではなかった。しかし彼はとても静かでフレンドリーだったので、僕たちは彼を迎え入れた。抗ったの大使に敬意を表する。さあみんなで乾杯をして彼を歓迎しようではないか。あれはなんだ。ああ、あれが真相なのか。美しく輝かしい真実。裏切り者は全員吊るせ。裏切りと愚かさを一緒に縄で吊るし全世界へ警告するのだ。喜びの声を上げろ。我らの国王のため降り注ぐこの栄光の中、共に追いかけよう。愚か者の血を王に捧げよう。これ以降は文字が血で塗りつぶされて。あー、やっぱりこの博士テイラーも演劇に毒されて狂ったってことか。最終的には、え、人を狂う。 SCP-701 がまさか台本だったなんて。あ、台本一辺の。あー、やってるけど、ちょ、通りますよ。あ、大丈夫。タイラー・クーパーと愚か者、台本が SCP なんだ。なるほど、それをみんなで演じることでおかしくなる。人形たち一体どこに行く気なの。だから人形が台本
でも劇に参加した人は一体どこに行ったの？いやそれな、みんなどこ行ったの？やっぱ殺し合い？あ、また下水道だ。え、お、え、釣られてる。これはこれ人形じゃない。うわ、嘘でしょ、これが演劇のエンディング。台本が待ってる。 SCP-701 釣られた王の悲劇。え、あ、また新しいロープが。おお、なんだこれ。え、ベラも仲間になるってこと？え、とりあえず近寄ってるけど。え、我は我の地で、誰？極楽の。おおおお、我は我の地で。おお、出た、こうじゃないと。あ、なる、こいつが、わわわわわわ、ああ、今度は不可避。え、これはなんだここ。え、なにこれ、なにこれ。え、みんなエクセル習ってる。なにこれ。え、とりあえず進んだらいいのか。あ、なんかいる。おお、見る。おお、殺せ、奴の首を王に捧げ、奴の血で王に償うのだ。演劇だ。殺せ、卑劣な簒奪者に高貴な王冠はふさわしくない。なにこれ。え、ベラも、あ、劇に飲まれてるってことじゃないの。ああ、人形になってる。これはどういうことだ。え、でもベラ、あ、開いた。またこの忌々しい認識災害、ここから離れなければ。ベラメンタル強え。え、でもそうだよね、こっから助かったんだもんね、ベラは。愚者の血はつる。おお、など、あ、殴られた人形に。え、あ、違う、刺された、ベラ。あ、いい長押し。おお、ベラパンチ。いや、ベラ強え。肉体も精神も強い。さすが陸上部主将だ。あ、これは逃げたらいいの。え、すげえやり合ってる。これは多分こういうことになったってことなんだろうな、その実験説は。あ、あー、また来た。我らの血はつら、ベラ。おお、やる気か、ベラと。ベラ、ああ、今度は何もせずに倒した。強い、コマンドなしで。いや、右のやつもう身構えてるじゃん、絶対来る。ほら来た、もう絶対来ると思った。ドドドドドド、うわ、ベラ頑張れ。おお、逆に馬乗り。ベラナックル、ベラナックル、世界を取った。右、左、お、まだやる。ベラヘッドブレイク、強い。さすがベラだ。ベラじゃなければ死んでいた。逃げろベラ、ここから離れないと。ベラ強すぎる。オッケー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 、よし、脱出。おお、まだある。なんだこれ、くそ。これも幻覚なのかな、やっぱ。え、てか、あの、こうじゃないと興奮できない男は、あれもなんか台本の力ってことだよね、多分。だってなんか台本を身にまとってさ、出現してたもんな。台本の化身みたいな。何？なんだこれ。すごっ。何これ、祝福されてない、ベラ。何？おお、釣られた王がいる。あ、ナイフ、ベラ。いや、もう完全にベラも、我は我の血で我の王に尽くそう。完全に劇に飲まれてるじゃん、ベラ。いい、我は我の血で我の王に尽くそう、ベラ。もうこの状態からでも助かる保険があったんですか。我の王に尽くそう。完全に飲まれてるけど。おお、いや、ベラ、こっから助かるのか、どうやって。ベラ、いや、刺したら終わりじゃないの。ああ、でも刺せってなってる。よっ、じゃあ刺す。おお、刺した。何。ああ、あ、このこうじゃないとに刺したってこと。何今の。あ、ベラ、どういうことだ。一度は幻覚に飲まれたけど、あ、戻ってきた。
たまたまあいつに刺したから助かったってこと？ナイフを。Well, let's go then. 私たちも帰りましょう。We haven't found the black box yet. え、まだブラックボックスを手に入れてませんよ。You still don't get it, do you? まだわからないのか。What do you mean? A black box. ブラックボックスは真実を記録する媒体。必ずしも黒い箱とは限らないんだ。どういう意味ですか？彼女がブラックボックスなのさ。そういうことか。一杯行こうか。私たちの仕事はもう終わりだ。なるほど。ベラはそのこうなることを見越した上で生かされたんだな、現場に。じゃあ SCP-701 に、こうやって飲まれることも計画のうちってことね。ベラ、え、でもさ、たまたま助かった感はあったけどな。あ、終わった。SCP-701 のブラックボックスはすでにサイト105で適切に収容されており。ああ、ベラ収容されたんだな。え、でもなんかたまたま助かった感あったけどな、ベラ。たまたま助かったからブラックボックス扱いされたって感じなのかね。 SCP-701 釣られた王の悲劇はキャロライン時代の全5幕からなる復讐悲劇だ。この台本を上演すると観客も役者も精神が錯乱して、自殺者が出るだけでなく謎の人物 SCP-701-1 釣られた王が現れる。あ、推定では過去300年間にこの演劇により168から173人が死亡している。あー、じゃああのこうじゃないとマンはこの釣られた王だったんだ。なるほどね。典型的な分析では SCP-701 事件は2009年5月27日ポニーステーションの集団テスト実験中に発生している。当時のプロジェクト責任者はテイラー・クーパー博士。研究日誌から判断するに SCP-701 は自己進化するミーム的ウイルスであり、未知の方法で台本のテキストにより伝染する。現在ポニーステーションは全面封鎖されている。 SCP-701 に関するアーカイブもステーションのあちこちに分散してしまった。長官のご質問は貴重です。しかし我々がベラを調査したところ資料はすでに失われていました。全てが記録されているのは今やブラックボックス本体のみ。彼女は SCP-701 の唯一の完全なデータベースなのです。ウイルス、ウイルスなんだ。台本から伝染する未知のウイルス、それが SCP。 へえ、面白え。なるほど、そういうことね。お、カール、最初の任務はどうだった？あ、ちょっと手間取りましたが、なんとか。あ、カールはまあ記録をね確認しただけだもんね。まあ大変だったのはベラだな。ふん、思ったよりはできるじゃねえか。あ、ツンデレになってる、ゲント。それで、おう、我々は本当にアノマリーを収容する道具として人間を使っているのか。あ、いやでもそれはもう疑う余地ないんじゃないか。おい、 MIT の坊主、外回りのエージェントを今まで山ほど見てきた。やつらは任務を達成するためならいつでも自分を犠牲にする準備はできている。おお、やつらにとって全てをかけるに値する。あ、じゃあベラはもう覚悟の上で現場に行ったってことなのかな。彼らを永遠に記憶に留めるために。なるほどね、わかりました。何はともあれ、はい、初めての任務完了、お祝いしなきゃね。あ、いつものバーで飲んでかない。あ、バーで飲んだりするんだこいつら。いいですね、お酒はあまり飲めなくて。あ、そうなんだ。いや、そういうのはちゃんと伝えた方がいいぞカール、飲めないの。うん、お酒あまり飲めないんですけど、いいっすか。あれ、タコスパーティーはしないの？じゃあドーナツパーティー。あ、お調子者枠。あー、終わった。へえ、飲みすぎたせいか奇妙な洞窟内をさまよう夢を見た。闇の奥から2つの赤い光点が僕の行動をじっと監視していた。本当に変な夢だ。テキーラは強すぎる。濃いコーヒー、目を覚ますといい。あー、これでじゃあまた次のミッションってことか。面白いなやっぱ。いや、前回のとはまただいぶね
趣向が違ったよね。てかボリュームもかなりあったしな。なんか前回のはさ結局正体がよくわかんない感じだったけど、今回のははっきり分かって、しかもそれが台本っていうのが良かったね。面白かった。はい、じゃあというわけで SCP 極秘ファイルでした。またね、気が向いたらやりたいですね。1話完結なんですごい非常にやりやすいですねこれ。はい、じゃあというわけでありがとうございました。